ウィリアム・ベック・ウィズ・マキネスはオーストラリアの画家である。人物画を得意とし、オーストラリアに住む画家によって描かれた、最も優れた、肖像画に与えられる、アーチボルド賞を1921年から1936年の間に7回受賞した。メルボルンのサバーブのセントキルダに生まれた。幼い頃から絵を熱心に描いた。14歳になった時、 ビクトリア国立美術館の絵画教室に参加し、フレデリック・マッカビーンの指導を受けた。その後、リンゼバーナード・ホールの下でも学んだ。美術教室で人物画や風景画で賞を得て、20歳の頃にはメルボルンの画廊で学生仲間のクロージャーと展示会を開いて好評を得た。1911年にはヨーロッパ渡り風景画を描き、レンブラントやベラスケス、 ヘンリー・レイバーンといった大家の作品に親しんだ。1913年に、イギリスの王立油彩画家協会の展覧会に出展した。その年、メルボルンに戻り、メルボルンで個展を開き、作品はほとんど完売した。1916年にマッカビンが不在となった6ヶ月の間の大事で、ビクトリア国立美術館の絵画教室の教師を務め、1918年に、 マッカビンが亡くなった後、臨時の教授となり、1920年に正式に教授に認じられた。1921年に最初のアーチ・ボルド賞を受賞した後、1924年まで連続して受賞し、1936年まで7回、この賞を受賞した。1925年に再びヨーロッパに渡り、人気のある肖像画家になった。 1926年にビクトリア国立美術館の館長であるリンゼバーナード・ホールが美術品の購入の仕事でイギリスに渡っている間館長代理を務め1935年にホールが亡くなった後館長職を継いだ。肖像画家として多くのオーストラリアの重要な人物の肖像画を描いた。ありがとうございます。